お願いします。ありがとうございます。今日はですね、こちらです、強引な語呂合わせ問題ということで、まあ、数字なんかを覚えやすくする際にですね、皆さん語呂合わせてやったことあると思います。まあ、よく目にするものですと、例えば、企業の電話番号ですね、まあ、よく、見るので言いますと、こちらですね、828828でやつやとかね、いいなありことかね、債務なしにとかのアディーレスコーダン事務所みたいなね、こういうなんかそのもう結構綺麗に作ってるじゃないですか。だけど、まあ、こういうのって言ったらもうこういう語呂合わせをする前提で番号を取ってるわけですから綺麗にできるんです。ただ見てますとこれ後から無理やり作ったのかなっていう語呂合わせも結構ありまして、例えばですね、最近環境省のヒアリの相談ダイヤルっていうのがね、ありまして、うちの近所にいるアリがこれヒアリかどうかって相談するためにかけるタイトルですね。これが046110なんですけども、これについてた語呂合わせがですね、こちらですね、教えてアリの110番教えて04いいですね、110番これもまあ綺麗だと思います。問題ここです、6です、6でアリ6でアリはひどくないですか、ね、できないんだったらやらなきゃいけない。他にもですね、あったのですね、ラーメン屋さんなんですけども、ちょっとこれ番号だけ見て、まずこちらですね、425450ね、これに、どういうのがついてるかと言いますとかね、これラーメン屋ですよ、こちらです、ね、ラーメン美味しいわ出ました、ラーメンを42で行くこれやっちゃうんですよ、ね、日野の市街局番が042ですから全部もう日野市の番号はラーメンでもう一個僕が嫌なのは5450を美味しいわにしている無理やりさなんですよ。要はこの5をいって読んでるんですね、これ。お、いし、いって、わなんですよ、これ。ね、これやりだすとですよ、よく、皮膚科の番号で、いい皮膚みたいなのを5でやるパターンあるんですけど、1もいだから、これ、いい皮膚で覚えたら絶対1112って覚えますよね、これね。覚えられないからやめた方がいいと思います。あと、いい皮膚って何っていう感じ。歯医者のいい歯とかはいいですよ。いい皮膚はあんまりよくわからないと思いますよね。他にもですね、バス会社の、ね、交通センターみたいなところの番号がありまして、これもちょっと見てるんですけども、まず下から見ていきたいと思いますね、逆ですね、まずこちら、522で、これ交通2、これ綺麗じゃないですか、交通2で、じゃあこれバス会社だからどう落とすのかね、交通2、0111、諦めました諦めた、できないんだね、この交通2がなまじうまいよという0111の意味不明さが浮き彫らせるやめた方がいい。他にもですね、沖縄のタクシー会社の番号がなんですけども、これひどいですよ、8923143なんですけども、見ましょう、ヤクトゥミユミ何も分からないの俺が間違ってるのかと思ってただちょっと一個ピンときたのは、沖縄のタクシー会社ですから沖縄弁の可能性があるんです。で、調べてみました、ヤクトゥミユミ、これそれぞれヤクトゥとミユミって言葉ちゃんとありました。で、それを並べてみた結果ですね、ヤクトゥミユミ、だからシンプ全然わかんない結局わかんない、日本語だから神父が全然わかんない。他にもですね、語呂合わせを使う機会としまして、歴史の年号を覚えるときにね、語呂合わせを使ったと思います。例えば、こちらですね、白紙に戻す遣唐使、なんと大きな平城京ね、これなんか平城京のこのなんですか、当時の呼ばれ方が南の都って書いてなんとだから、これでなんととか、あと白紙に戻す遣唐使も遣唐使が廃止された年だから白紙に戻すんですけど、結構うまいところなんですね。他にもですね、聖徳太子はコックさんだっていう嘘も書いてあるんですけどね、なんでですね、これ綺麗なのこれ自分でこれ作ってきました、語呂合わせ。要はこれって昔の歴史じゃないですか、でも歴史ってどんどん増えていく、最近のことも覚えていかなきゃいけないと思います。だって最近のことちょっと考えてきました、まずこちらです、2003年のから考えてこちらですね、はい、2003年、不穏なおっさん背後から、ね、20で不穏で03でおっさん背後から、ね、2003年何があったかということですね、クワマンセカンドバッグ盗まれるこれ覚えた方がいい意味も合ってますよねこれね、他にもですね、2013年です、2013年、2013匂う悲惨だ、20匂う悲惨、悲惨これですよね、匂う悲惨だ、獅子戸城を建て全焼もう覚えた方がいいと思いますね、今日は若いお客さんが多いんで僕もこれで受けると思ってませんです、ね、もう今年です、今年、ね、2017年ですね、こちらね、2はいいなと分かるね、20で2は1なんで、ね、いいなと分かるんで、これも日付まで覚えましょう、今年ですからね、625、ね、6月25日なんで、無事故
2はいいなと分かるね。今年の6月25何があったか皆さん覚えてますか？覚えてない。こちらですね、渡辺の、若手タレントがですね、一斉に事務所の先輩中山秀樹のミニアルバムを謎の狂った日がありますけど6月25で覚えてくださいということで、以上フォロワーズの話でした。ありがとうございました。